1>, 1日の3位 d n a との直接対決に敗れ、ゲーム差を3に広げられた4位巨人。このまま2年連続 B クラスに終わるようなら、オフはただでは済まない、とは巨人 OB だ。昨年は大量25人が自由契約、育成で再契約した選手を除く13人が戦力外となり、引退かチームを去ることになった。去る球界関係者がこう言った。 2019年に発祥を挙げた元ドラ1の桜井が戦力外通告を受けてトライアウトを受けるも引退最も関係者が驚いたのは当時22歳だった育成投手の沼田です育成3位で入り支配下に昇格した20年に一軍当番を果たした若手有望株の一人だったからです 昨年は再び育成選手としてイースタンリーグ26試合で開幕から11試合連続自責点ゼロファームで対戦していたヤクルトがすぐに育成契約を結び巨人はなんで手放したのと首をひねっていましたオリックスから獲得した勝俣も一度も一軍で使うことなく1年で戦力外容赦がありませんでした 元ドラ1でも若手有望株でも移籍組でも見限られる、キーワードは、育成です。最近の巨人は、故障がちな選手を育成契約に逃がし、支配した枠を空ける手法を取る。ただし、一度受け入れると、育成と支配したを3度往復した高木のように、行ったり来たりとなる選手が多い。 戦力外になるのも育成を経験した選手がが多い傾向があります前室の関係者9月に入り当落線上の選手は戦々恐々だろう41歳中島40歳松田38歳長野といったベテラン勢は言うまでもないが元ドラ1でも危うい立場の選手がいるという。 右肘に手術歴のある桑原、17年1位は今季5試合しか投げていない。同じく6試合の高橋、18年1位も左肘のクリーニング手術明けで。せっかく1軍に上がったと思ったら、背中を痛めて抹消された。請求難が治らず、原監督の構想から外れつつあるようだ。2人ともドライチ入団。 手術経験者で育成契約を結んだことがある野手では和樹元ロッテ立岡現在育成イコール元ソフトバンクといった1軍で実績のある移籍組も危ない前出の OB 嵐のオフが待っている私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりですこの時期になっても1軍でほぼチャンスすらもらえない中島は今期限りだろうし 松田も今季限りだろうね長野は代打スタメンとまだ十分戦力に慣れてるし外野が世代交代の過渡期で不安定な状態なのを考慮するとよほどのことがない限り契約延長は間違いないはず生え抜き組でも投手野手ともに今年は近年まれに見るほど新人若手の台頭が目立ち何年経っても成長しないドングリーズの大量リストラは容易に想像できる 多分今年は間違いなく4位。これまでの巨人なら間違いなく大幅に選手を入れ替えると思う。秋広、浅野、角らにすぐに結果を求めるのは酷。秋広あたりはかなり弱点をつかれている。残された試合で徹底的に若手を競い合わせ、経験を積ませるべきだ。当然、B クラス奈良原監督。コーチ陣は責任を取るべきだ。 プロの世界なら当たり前だ長いプロ野球の歴史を振り返ると巨人は毎年優勝を求められるがもう巨大戦力を集められる時代ではないし巨人にそこまでの魅力はない数年間要してもしっかりとした大人の試合運びができるチームにしてほしい。 これだけ楽しみな若手が揃い始めたら、やはり若手は澤山試合出て失敗を重ねながら成長していくものだし、ますます高級鳥のベテラン選手がいらなくなってきたな、中地だけはあえて言わせてもらうがあまりチャンスをもらえてないだけに他球団行ってでも2000本達成してほしかったが年齢的に今季限りかな。長野はははカープかからら戻っってききたからラストは巨人の思いはきっとあるな。 坂本は将来指導者も考えたらまだ使えるがそろそろパ・リーグや他球団移籍も将来的には絶対プラスになるから巨人でやり残した子。とあまりないし電撃移籍もなくはないかな。マ松田は多分現役は今期限りだが人間的にすぐにでも巨人かソフトバンクでコーチのオファーありそう。